パリ五輪第10日陸上、2024年8月4日フランス競技場、男子100メートル決勝が行われ、ノア・ライルズ、米国が自己ベストの9秒79、追い風1、0メートルで金メダルを獲得した。銀メダルのキシェーン・トンプソン、ジャマイカも9秒79。1000分の1秒の計測で、その差はわずか0秒005差だった。 ライールズは昨年の世界選手権で1億20万400メートルリレーの三冠を達成。三冠を狙うパリでも、まず第一関門を突破した。銅メダルのフレッド・カーリー、米国が9秒81。7位で9秒88、最下位8位で9秒91だった。サニブラウン・ハキーム、トーレ。 は同日の準決勝3組で自己ベストの9秒96をマークしたが、日本勢92年ぶりの決勝進出はならず。準決勝後に、ここでメダル取っている選手がいかにすごいのか、自分が出場したことで感じた部分が大きい。レベルがもう、全然違う、と話していたが、決勝は空前のハイレベルなレースとなった。